BMW E3K は、ドイツの自動車メーカー BMW が1968年から1977年まで生産した大型高級サルーンである。かつては、V 型8気筒エンジンを搭載した高級サルーンを生産していた BMW であったが、1960年代、初頭の経営危機を経て一旦は4気筒の1500、1600、1800。 2000シリーズに専念していた。しかしこれらのモデルが、その高性能、高品質によって市場に、確固たる地位を確立すると、再びメルセデスベンツの画像である高級車市場に挑戦する意図で、6気筒エンジンを搭載する大型モデルが登場することとなった。1968年10月に最初に、 登場したのは 2494cc150 馬力の2500、2788cc170 馬力の2800で、1500、1600、1800、2000シリーズを一回り大きくした、車体、同一の車輪構成に、新設計の直列6気筒エンジンを搭載していた。このエンジンは抜群の静粛性と、スムーズな、吹き上がりから、 シルキー、シックスと称され、排気量が一回り上のメルセデスと同等の性能を、発揮、アウトバーン上で、両者はスピードを競い合った。少しでも速く走りたい層の要望に応え、よりパワフルな 2985cc180 馬力の 3.0S、燃料噴射200馬力の 3.0SI が1971年に追加された。また、 ホイールベースを 100mm 延長した L も当初から用意され、トップモデルとして 3295cc の3.3リットルも1973年から用意された。優れたエンジンと良質な工作水準、そしてメルセデスより若々しくスポーティなイメージによって E3 系、そしてクーペの E9 系は依然絶対的な台数では及ばなかったものの、 多くのドイツ車メーカーが望んでも得られなかったメルセデスの対抗馬としてのポジションを獲得した1977年に BMW7 シリーズに後を譲った7シリーズの車体は大型化され S クラスと真正面からぶつかるライバルに成長する日本にも当時の輸入元バルコム貿易によって比較的多数が販売された二元車別冊 CG 自動車アーカイブボリューム770年代のドイツ社編、ISBN 978から4から544091779。ありがとうございます。